正です、ずっとカモンバって言ってました。何の勘違いでしたか。アナカリスか、これアナカリスですね、ずっと、カモンバカモンバって勘違いしてました。おっさんですね、この後ずっとねカモンバって言ってますんでよろしくお願いします。間違いです。昨日ね、ガサガサ行って、あんまり何も取れんかったんでね、これ取ってきました。水草カモンバですかね。これ池一面にね、繁殖してるやつです。はい、昨日一日ね洗ってからちょっと水漬けしてますけど、寄生虫とかおったらこんなでね、ちょっともう一回洗って水つけます。これね、金魚に入れたいと思います。これ食べるんでしょ、金魚もね。めっちゃ綺麗でしょうね、これ無料ですからね。長はい、後で金魚水槽に入れたいと思います。めっちゃ綺麗ですよ、これね。いいっすね、いいっすね。ちょっとね綺麗なやつだね、こうやって入れたいと思いますね。長っこれ切ってもいいんでしょ、ね、いいっすね。めっちゃ入れました、めっちゃ入れました。もっと入れようか。水替え大丈夫かな。ただですからね、ただ皆さん、ただ、ね、ただですからね。いいね、いいですね。光がやっぱりいるんだな、これは。綺麗ですね、ね、これ金魚食べるんでしょ、これちゃうんかったっけね、オスカーもいてますけど。はい、こんな感じでね金魚水槽に入れました。ちょっともう一個の金魚水槽入れようか。こっちも入れたいと思います、ね、ちょっとビビっております。どうですか動いてます。いいね、動くな。やっぱり植えた方がいいんかな、これちょっと狭くなりましたね。はい、以上です。今日はね、まあ無料でね、もらえるものを持って今度ホテイアオイ取っていこうと思います。ホテイアオイね、はい、ありがとうございました。結局ね、大量に入れました大量に。雷魚くんもね、ちょっとずつ大きくなってます。昨日オタマジャクシあげました。オタマジャクシね、オタマジャクシ外来種のオタマジャクシね、
はい、ここね、こんな感じでかっこよくなってます。はい、水洗いね、1日2回しましたんでね、水つけといてね。エビの卵でもあったらいいんだけどね、もう流れたかな卵はね。エビの卵とかあったら結構面白いですよね。はい、以上でございます。ありがとうございました。水草ね、投入して1時間ぐらいですけど、なんか魚たちが落ち着いたように見えます。落ち着いたようにね、金魚喜ぶってよく書いてますけど、ほんまかもしれないですね。なんかね、落ち着いたような気がします。ちょっと狭くなったけどね。もうなんかやっぱり水草のね、下に隠れるようになりましたね。ちっちゃいのはね、あの琵琶湖で捕まえたあの船なんですよ、船。餌用にね、取ってきたんですけど、生き延びてます。ちょっとね、この3匹は飼育したいなと思って、ヘラブナになるのかなとか思ったりして、すごくね、なんか金魚がいろいろと楽しそうにしてるように見えます。はい、無料のね、水草カモンバだと思うんですけどね、違うんですかね皆さん。まあ何でもいいです。ありがとうございます。